はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、バブエル・マンデブー海峡、連合艦隊、崩れる、をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、現在、バブエル・マンデブー海峡が封鎖状態です。自立上の封鎖ですね。もう1000隻、1隻も通ってないです。全く通らない。これはもうね、今までで最悪のパターンですね。1973年、1978年、 石油諸があって、まあ、エジプトがね、あの、イスラちゃんとやり合った時に、やっぱり封鎖状態になったんですよ。それよりひどいです。ひどい。うん。あの、今日も、えっ、ー、と、2隻ですね。2隻の公海あたりですね、今日は。バブルマンデブ海峡入っちゃって、中の方で、あの、風車の人たちがドドーンとぶっ放して、ま、カモ船、あの、かすったんですね。 あのー、あんまり損傷は大したことないという話ですけども、ちょっと航行に支障が出ているということですね。まあ、荷物が一部破損したかなんかしたんでしょうね。まあ、あのエンジン自体は大丈夫なので、まあ、航行してるということですけども、まあ、これはねあの、本当に激しいですよ。うん。あの,ーまあ、あの,今日のそれはあの、とりあえず、それを最後に、もう船、そこから出てないです。 やっぱりもう危ないから無理だってことになっちゃったんでしょうね。もう今日でまあもう全く通ってない一隻も通らない状態ですね。でここであの大きいまあ、変化というかね大きい流れがちょっと変わってきたというニュースが情報入ってきました。これ確認しましたけど事実なんですよ。これあの封鎖の人々がね今まあ、もう通さないよともう通る貨物船とかタンカーとか天然ガスのタンカーも含めて やるよと。全部。全部どんどんやるよと。で、え、何連合艦隊うん、いいじゃないか。上等じゃないか。っていうことで、来たら撃つ。ね、そういうガザ作戦を実行するよう。実行の内容は来たら撃つ。俺たちは大歓迎だぜっていうような、まあ、内容で、まあ本当にイエメン国内ラジオバンバン流してるんですよ。で、すっごい人なんですよ。イエメンの、もうやるぞやるぞみたいな集会みたいなのあるんですけど、 ちょっと、あの、危なくてお見せできないんですけど、あの、すっごい人なんですよ。もう、え、こんなにイエメン人いるのっていうぐらい、いや、本当のその集会の人が、どれぐらいいるだろうまあ、数百万人いるんじゃないかと思うぐらい。いや、ほですよ。あの、広場に。いや、これは、10万人、20万人じゃないですよ。もうね、え、これって人なのっていうぐらいの、もう人の数なんですよ。 いやあ、もうすごい、だから、あの、なんか、あれですね、あの、ちょっと興奮して、みんな、あの、気持ちが高ぶっちゃってるみたいな状態になってますよ。イエメンね。イエメンって言っても、あの、風ーの人々の地域ですよ。全部じゃないですよ。あの、風ーの人たちがいるところってことですね。まあ、何百万人も、でも、人数いないと思うんですけど、だから、風ーの人たち、家族、全員がそこに飛び出してきちゃったのかもしれないですね。まあ、何十万人かいますんでね。 いや、でもそれぐらいすごいの。本当に。うん。あの、印象、インパクトはすごいんですよ。で、そのね、あの、風車の人たちの、まあ、あの、まあ、暴れる人になっちゃってるわけですよね、風車の人たちが。それは許せないということで、バイ・バイデンチームは何を考えたかっていうと、繁栄の守護者作戦を実行に移して、今、淡々と準備に入ってます。 で、あの、もう向かっている船もある。イギリスはもう出港しました。アメリカはもう、も、もともとね、あの、アイゼンハワーとかそこに打撃軍がいるので、それがだんだん航海に、バブエル・マンデブ海峡に近づいていってます。なんだけど、17カ国という発表あったんですよ。最初はね、えっ、ー、と、5カ国、7カ国、だんだん増えて、10カ国、15カ国、17カ国参加ということになったんですね。発表が。 でも、ここで変わってきました。なんとですね、もうメインにも近いメインデッシュであるフランス、やめた、やめたんですよ。あのね、出さない。準備してたんですよ。港で。だけど、やめ、P、1抜けたということで。で、あと、スペイン。えー、フランスが抜けんだったら、俺んとこも、オラッチもやめようかなって言って、出ない。あと、イタリア。 イタリアはなんかグズグズしてたんですよ。全然用意してなくて、あれなんかおかしいな。参戦っていうか参加するって書いてあったのに、イタリア全然準備してないじゃないと思ったら、最初からやる気なかったんですね。<laughs> あの、やめた。いや、やめる発表してました。で、この、えっ、ー、と、フランス、スペイン、イタリアが、その、まあ、バイバイデンのチームが主導する反栄の守護者作戦に参加すると表明していたんですよ。大統領とか首相とか。 なんだけど、まあ、国民の大反発とか議員の大反発を食らったんでしょう。中止になりました。船出さないと。決定。まあ、悪いことじゃないような気がしますね。で、その理由がですね、あの、フランスが、あの、これはうちうちのオフレコ理由なんですけど、あの、なぜ出さなくなったかって言ったら、えっ、ー、と、もう懲りたと。あの、何が懲りたかっていうと、あの、 やっぱり天然ガスの時に、ね、あのなんか、よし、制裁だとか言って、ね、あの、ロシアに向けてやって、天然ガス切られちゃったじゃないですか。で、すごいやっぱりね、あの、フランスはまあ原子力発電があるんですけど、それにしても100%じゃないんでね、やっぱ天然ガスは必要なんですよ。あの、ガス使いますから。で、それが切られちゃって、フランスも痛い目に遭ってるんですよ。で、スペイン、イタリアは特に痛い目に遭ってる。だからね、 あの、もう、制裁のブーメランがでかすぎて帰ってくるブーメランが、特大ブーメランがあの時帰ってきちゃった、1年前。で、今回も、え、ちょっと待って、1年前は石油で、そういえば、なんか、ね、口車に乗っかって、ね、あの、バイバイデーの口車に乗っかって、一緒に、よし、じゃあやろうって言ったら、特大ブーメランで、ブーンって帰ってきて、天然ガスがなくなっちゃったんですよ。で、もう大慌てした。 いやーもうあの苦しみ、もう本当に大変でもうダメかと思ったっていうほど、ヨーロッパ大変だったんですよ、本当に。で、ちょっと待って待って、今度1年経ってですよ、そ、そこから。今度は石油かっていうことですよね。だって、今回出てったら、もう明らかに石油が来なくなるわけですよ。あと他の物資もちょっと危ないですよね。だから、まず石油は間違いなくヨーロッパに来なくなるんですよ。だから、 石油え、ちょっと待って待って。今回出てって、また制裁とか、またなんか、本格的に争った場合、石油が入ってこなくなるんじゃないか。っていうふうに言い出したんですよ、みんな。それはどういうふうに考えてるんだ、大,大統領、首相、どうなんだっていうふうに。いやー、そうかもしれないってことですよね。いや、そんな無責任な、ふざけるなよっていうことになって、そうか、石油か、今度は。ガスプラス石油。もうガスだってわかんないですよ。 ガスがね、今なんとかギリギリなんですよ。この、この冬をね、ちょっと越せるかどうか分かんないですよ。ギリギリすぎて。で、そのガスでさえ特大ブーメランが帰ってきてるのに、今度石油で同じことしようとしてるわけですよ。で、石油で特大ブーメラン帰ってきたら、もう終わっちゃいますよね。だって石油もない、ガスもないですよ。これきついでしょ。だから冬を過ごす暖を取るね、暖かさを得るためのエネルギーが、 なくなっちゃうわけですよいや、それはやっぱりできないなという判断になったらしいですね。で、フランス、スペイン、イタリア、急遽中止を申し入れたんです。いや、ちょっとごめんなさい、出せませんと。いや、これは怒り狂いましたよ、バイ・バイデンチームは。なんで参加するって言ったじゃないか、どういうつもりなんだと。いや、もうね、背に腹は変えられませんと。特大ブーメランがまた帰ってきて、今度、石油じゃないんですかっていう話をした,そうしたらね 何言ってんだ俺んとこから買えばいいんだよって。いやいや、初めからそういうつもりだったんですよなんか、人騒動を起こして <laughs>、初めから、<laughs> そうなんですよ。だ初めから営業なんですよね。これ、プレゼンなんですよ。バイ・バイデンチームの。これ、やっぱりそうだったんですよね。あの、前に、あのー、動画でお話ししたと思うんですけど、フランス、スペイン、イタリアを焚きつけて、で、一、二発、風刺派から食らって、とんでもない目に遭うと。 そういう筋書きでね。で、そうすると、都合がいいじゃないですか。バイ・バイデンチームからしたら。で、混乱が起きて、よし、始まった、いいぞって言って、アイテムも売れるわ。ね、自分のところの石油も売れるわ。で、カナダと共同で、まあ、カナダの天然ガスを、あの、ね、開拓してますから、それも売れるじゃないですか。すごい高い値段で、日本なんかも買うしね。よし、いいぞ、いいぞ、と思っていたんですよ。ところが、目論見ちょっと外れて、フランス、スペイン、イタリアが、 脱退ですよ、要するに。いや、もうね、ついていきませんと、我々があが国民を苦しめさせるっていうのは、もう無理だと、もうそんな風にあにしたくないって言い出したんですよね。まあ、それはまともですよね、あの自分のところの国民を守るって当たり前の話なんですよね、トップだったら。もうだから日本がどうするかですよね。日本も自衛隊出す、出さないってなってますから。 あの直接参加しないでしょうけれども、後方支援でもう一って出てるんですよ。だからそれがだんだん近づいていったらね、やっぱり何か巻き込まれますよね、当然ね。うん、だからフランス、スペイン、イタリアのように、まあ、関係ない、やめたっていうふうにして、近づかない方がいいような気がしますけどね、自衛隊もね。これはね、ちょっとね、あの風向きは完全にちょっと変わってきました。なんだけどやっぱりバイバイデンチーム プレゼンなんでね世界にお披露目する、もう世界中にもう示せるプレゼンなので、バイ・バイデンチームはそのまま突入しますよ、突っ込んでいきます、狂ってますね、そこで風刺派がどう出るかですよ、まあ、どう出るも何も来たら撃つって言ってるんだから、彼ら、いや、彼ら正直なんですよ、彼らはね、言ったことをそのまんまやるんですよね、なんだかわかんないけど、普通なんかちょっとひねるじゃないですか。 なんか、実は表って言っといて裏だったり、白って言って黒だったりね。普通ちょっとググってひねって、ね、あの、白って言って黒。で、黒かなと思わせておいて、やっぱり白だとかね。あの、複雑に絡まなね、もうガラガラに絡ませて、なんかちょっとわけわかんなくするんだけど、あの、中東の人ってストレートでね、あんまりないんですよ、それ。こうやるって、こうするって言ったら、その通りするんです。すんごいわかりやすいですよ、だから。 でねあのイギリスの,あの軍事に詳しい人間、私の知り合い、いてちょっとね、あのメールですけど、やり取りして、聞いたんですよ、今回のことに関してどう思うって。まあ、簡単だねって言ってましたよ、うん。どういうふうに簡単なのって言ったら、まあ、その人はあの軍事の本当、あの専門家で、あの軍にずっといたんですよ、情報分析でいたんですよ、イギリス軍にね。で、あのいやもうね、目に見えてると。え、何が目に見えてるどういうふうになるのって言ったら、 あの、簡単な話ね。あの、要するに海の海域っていうのは広いと。で、あの、崖の上に300メートルの上に風刺派の人たちがいると。で、持っているアイテムは格段に全然違うと。風刺派の人たちはもう昔ながらのものしか持ってないと。で、ドローンはいっぱいあるかもしれないけれども、まあ、攻撃能力からしたらスピードとかそういうのでは劣ると完全に。だただ数はいて、人数もある程度いる。で、あの、船の方はものすごい アイテムを備えてると。強力なね。一発当たったら、もう、あの、大部分が吹き飛んでしまうような、そういうものも備えてると。なんだけど、制圧っていうことを考えると、早い話、あの、海から制圧するっていうことはできないんだと、陸を。要するに、海から崖の上だから見えない。まあ、レーダーで熱探知で、あ,あそこに人がいるなって言ったら撃つんだろうと。なんだけど、それっていうのは、 やっぱりそれはわかってるんでね、風車の人々も、うん。だからそうならないように影に隠れたり、まあすぐに移動したりとか、激しいなんかこう移動を繰り返すだろうと。そうするとまあやりにくい。うん、で、あの制圧はどっちにしてもできないだろうと。あの動いて陸はあっちこっちどこにでも行けるんでね。ただ海っていうのはホルムズ海峡もそうだけど、バーフェルマンデーブもかなり狭いんだと、幅が。 そうすると、一定のある決まった航路を通るしかないんですよ、まっすぐ、並んで。だからもう敵に丸めなわけですよ、風刺派から。だから海を制圧することは簡単だけど、海側から陸を制圧することは不可能に近い。これは無理だと。だから全部のその相手も全部ぶっ放しちゃうが別ですよ。もうランダムに、やけくそになって。なんだけど、そうやってやっても、その率の問題でね、その命中率は悪いだろうと。 うんだから、隠してあったり、なんか当然ね、あの、埋めてあったりとか、なんかそういうような、あの、作戦で来るだろうから、だから全部を全部破壊することは、まあ、不可能でできない。それもわかってるわけで、洞窟の中に隠したりとかね、岩場の、岩と岩の間に、あの、置いてあるとか。だから、全部を全部きれいに一掃すること、制圧はもう絶対できるわけないから。要するに人が登っていけないしね。だから、それを考えると、 有利なのは風刺派の人々だと。圧倒的に。上から丸見えなんでね。で、狭いところをゆっくり通るしかないんですよ。スピード出せないから。だからそこを狙い撃ちしたら、全部の,その持ってるアイテムで集中的にみんなが一斉にね、やったら、それはいくらね、あの、近代的なアイテムを備えていても、難しくないかな。難しいと思うよっていう話をしてましたね。ああ、なるほど。まあ、そうですねっていうことで。うん。 ということは有利なのは風刺屋の人々なんですよ。でも多分、あの、アメリカ、その、ね、あの、バイバイデン危ない危ないあの、YouTube とかうるさくてね、あんま言えないですよね。本当に。あの、その国の名前を出すと危ない。すぐ来ちゃうんですよ。で、あの、バイバイデンチームも、それもわかってると思うんですよ。情報分析官がいるんでね。重々わかってると思いますよ。なんだけど、突っ込んでくるということは、やっぱり、 ね、自分たちのどっかがやられてほしいんですよ。うん、大、まあ、なんていうんですかね、大連合軍っていうんですかね、大艦隊で来るんだけど、M なんですよ。大艦隊 M ですよ。本当に。あの、やられてほしい。撃たれてほしいですね。で、あんやだ、もう助けて、もう困ったって、まあ、それはアピールしたいんですよ。世界中に。 それがだからちょっと察知したんでしょうね。フランス、スペイン、イタリア。いや、俺たちは M じゃないからね。やってらんないそんなのって <laughs> 多分なったでしょう。俺たちどっちかって S なんだよねっていうことなんでしょうね、きっとね。だから、あの、1位抜けたな、M グループだったんだ。やだね、M グループはということで、ま、フランス、スペイン、イタリアはやめたんですよ。たまったもんじゃないもんね。ね、M グループでね。やられるのは分かっていて突っ込んでいくんですよ。 やばくないですかそれね。まあ、だけど、そういう筋書きなんですよ、本当に。だから、おそらくは、あと、何日かで体制整,整えて、バブエル・マンデブ海峡にそのまま突入しますから。いや、何か起きますよね、これは。何か起きない方がおかしいでしょだって、フーシアの人たちは、ガザ作戦っていう、もう作戦コードネームをつけちゃってるんですよ。その、連合艦隊に対して。で、 来たら撃つって言ってるんですよ。その作戦内容を。で、絶対終わらせないって言ってるんですよ。やめないと。そこまで言ってて、で、彼らは有限実行民族なので、そこまで言っててやらないなんてことはもうやな、もうないですよ。ありえないの、本当に。だからこれはね、とんでもないニュース世界中に流れますよ。でもそのニュースが流れるとどうなるかわかりますか皆さん。一斉に物がなくなるんですよ。 大変だってなるじゃないですか。で、これ流すしかないからね。だって、例えばあの、アメリカのグングンちゃんが、ね、あの、ブン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 って、あの、そこをバブエル・マンデブを通っていって、で、風刺派のドローンがドロンドローン言いながらやってくるわけですよ。で、ドローンは、あの、もう帰らない U ターン禁止のドローンなので、一方通行の。で、ドローンがドロンドローン言いながらやってきて、 上の方から崖の上で、リモコン、ちっちゃいリモコンで、ええと、あそこに、ええと、突っ込めばいいのかなとか言いながら、ね、目視しながら、で、ドローンがドロン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 って言って、ドンってなって、まあ、一隻二隻沈みますよね。バイバイでチームの船が。それニュースにしないわけにいかないし、隠せないから、もう大々的に広がりますよ。で、これはあの、欧米側がね、欧米かね、欧米側が、 もしニュースにしなくても、あのもうイエメン側がニュースにするでしょう、いやでも、世界中に配信しちゃったりしてね、要するに自分たちの手柄みたいになるから、彼らはね、うおーってなるじゃないですかで。今でもだって人数すごいね、何十万人も出て、うおーとかやってるのに、もしドローンでドロンドローンにして、ドンってやって、1、ま、隻、あ、2隻、席席海の底に行っちゃった場合には、それは我々の勝利だ、みたいなね。 もうそういうお祭り騒ぎ、目に見えてるじゃないですか。彼ら好きなんでね、それが。で、わーってなるんですよ。で、それを、まあ、イエメンで配信すれば、当然、周りの中東の国がニュースで流すと。で、回り回って、ヨーロッパ、アジア、日本に入ってきますよ。そうしたら、テレビでやらざるを得ないので、テレビでやりますよね。もう、すぐなくなりますよ、いろんなもの。 棚から消える。まあ、まずトイレットペーパーだろうね。日本人トイレットペーパー好きだからね。なんであんなトイレットペーパー好きなんだろうよくわかんないけど。トイレットペーパーとティッシュがなくなるね。まあ、点数制限入るけど、点数制限間に合うかどうかわかんないから買い占める人もいるよねで。今から買い占めた方がいいよ、みんな。本当。買い占めを進めてるわけじゃありませんよ、YouTube さーんあの。そうじゃなくて、あの、今から、 あ、あ、言い方がいけないのかなあの、今から、あの、お買い上げいただいた方がいいと思いますよ。あの、ある程度の量 <laughs> これでいいのこれでいいかなね。え、何やけに嬉しそうじゃないって。<laughs> そうそうそう。<laughs> あの、買い物好きなの買い物。<laughs> 買い物が大好きなんですよ。<laughs> あの、買い物依存症なんですよ。<laughs> どうでもいいよ、そんなことね。<laughs> 人に言うことじゃないよね。<laughs> いや、ほんに本当に。でね、これはだからニュースになったら、ちょっとね、あの、時遅しいっていう感じになっちゃって、あの、用意がね、できないかもしれない。 で点数制限も入ったりして、思うように買えないじゃないだから今ね、買えないじゃないって、なんか奥様に話してるみたいになってね、友人、友達に話しちゃってるような感じになっちゃってますけど、本当に、あの、買うことがなかなかね、できなくなると思うんですよ。だからこれはね、今のうちに淡々と書き集めておいた方がいいと思いますよ。用意しておいた方が。だってもう、あの、置く場所だよね。だけどね。だけど、どっちにしたってその時になって大量に買うんだったら、置く場所同じだもんね。 だってもう工夫してなんかどうにかして置くしかないね。うん、縦に並べるか、横に並べるか、斜めに並べるかね。斜めに並べないでしょ。普通はね、怒っこってくるよ。いや、だけど本当に。どうにかして、なんか場所を確保して、まあ、淡々と今買っておいた方がいいかもしれないですよ。うん。まあ、これは起きるでしょ。どう考えても。で、これ、バブエル・マンデブ海峡でそれ起きたら、飛び火するよね。 まあ、とりあえずホルムズが危ないと思うよ、近いから、で近くて一番効果的なんですよ、ホルムズが。まあ、中東のねサウジアラビア、UAE からしたら、もうちょっと待ってくれよってなりますよ、中東でも意見は、ね、分かれるところ、ホルムズ階級はね、あの困るから、みんな、うん、あの貿易だったりね、やっぱりあの経済的に潰れていくっていうこともあるじゃないですか。 うんだからまあね、イラン、イランの国がね、まあ、それでも、まあ、自分たちだって結構困ることあると思うんですけど、それでも我々はね、自分たちに困るマイナスもあるけど、いや、やるんだと、もう大義のためにやるんだっていうことであれば、まあ行動は起こしますよね。だからその前にあのはっきりとあの、やりますよって言いますよ。あの彼らは何か知らないけど、言ってからやるからね、あの宣言してからやるんですよね。うん、だからあの 言うでしょう。ね。だけど、まあ、世界中には言わないですよ。あの、とりあえず、あの、独り言かもしれないし、いや、なんか、いや言うんですよ、とにかく。<laughs> どっかでなんか情報入ってくるので、まあ、すでにね、もう、なってるわけですよ。バブル・マンデブ海峡の方はね、有言実行で、彼らやるって言って、あの、全部、貨物とかね、そういうでっかい船、単価も含めて、すべてやりますよって言って、本当にすべてやってるんですよ、まあ。言った通りということですよね。 でこれで言って、今言っている、現在進行形で言っていることは、来たら撃つって言ってるんですから、そりゃあやるでしょ。だって行くわけだから、こっちからね。行くんだから、向こうからしたら、お来たなって、来たら撃つんだから。これはもうね、とんでもないことになりますよ。近い未来。近未来ですよ。もう直近ですよ。ね。だからこれはお金なんか貯めてね、お金が大事だよとか言ってる場合じゃないですよ。お金なんかね。 何の役にも立たなくなるよ。だって品物がないと生きていけないじゃない。お金があったって生きていけないよね。だからよくあのお金があると幸せですかお金があると幸せあの感じますっていう人いるけど、あの一理あるよ、それはあの。お金ないよりあった方がいいと思いますよ。だって美味しい中華料理とかね、そう食べられるじゃん高いやつだってね。中華料理屋さんで例えば1人1万円食べようと思ったら、1万円持ってなかったら食べれないでしょ でも持ち合わせがお財布にね、2000円しかなかったら、ああ、あの中華料理食べたいけど、年末だし、クリスマスだし、食べたいなぁ、なんて思っても、お金なかったら食べれないんだもんね。そうすると、じゃあ、しょうがないからコンビニのカップラーメンでも食べようかなって、寂しいじゃないですか。クリスマスに一人ぼっちで、ぼっちクリスマス、ね、カップラーメン。ね、なんか寂しくないですか。で、そういう人もいますよ、絶対。 たった一人のクリスマス。ね。あのー、例えば今付き合っていても、破局する人もいるだろうしね。え、縁起の悪いこと言うなって。<laughs> いや、でもそういう人っているじゃない。クリスマスで破局する人とか友達でいたよ、昔。<laughs> やっぱり君は来ないみたいなね。本当に。そういう歌あったよね。クリスマスイブのなんか歌あるじゃないですか。ね。あの、待っても待っても君は来ないって、とうとう来なかったみたいな歌ありますよね。 ね、待てど暮らせど来ないみたいな。寂しいね。年末にね。ね。まあでもそういうこともある。人生ね、いろんなことあるから、そんなことでね、下向いて悲しがってちゃいけないよ。もう来なかったらしょうがないよ。一匹狼で生きりゃいいんだよ、当分ね。だけど、まあね、お金はあった方がそれはね。でもただお金があるから幸せでもないですよ、絶対に。お金があるから、 幸せをつかめるって思ってる人は間違ってる生き方は。あの、ないよりあった方がいい。だけど、お金がいっぱいあれば幸せなのかって言ったら、またそれちょっと違う話ですよで。お金がなければ幸せなのかって言ったら、またそれも違うんですよ。別に比例してないよ、だから。お金に。あったらあったので、いろいろ買えるし、食べれるし、それいいんですよ。ただ、お金があるからないから、幸せ、幸せじゃないっていうのと、イコールじゃないからね。まあ、別にそれで、あの、比例して、 何か自分の気持ちがおかしくなったりとか、幸せ感がなくなったりとか、それは関係ないですよ。例えば、あの、お金があるから飼ってる犬が可愛いかとかね。その関係ないでしょね、お金がなくなったら犬が可愛くなくなるとかね。ないじゃない、そんなのね。お金があったってなくたって犬は可愛いで、飼ってるら可愛いよね。<laughs> そうそう、それと同じですよ。幸せってそんなもんですよ。自分で作り出すものだからね。そう、お金があれば、 本当の幸せが手に入ると思ってる人がいたら、飛んだトンチンカン本当に。うん、あの、トンチンカンだよ。ね。トンチンカンってのは金槌のことじゃないよ。それはトンカチだからね。<laughs> トンチンカンだからね。あの、ずれてるよってことを言ってるだけですよ。トンカチじゃないからね、うん。ということで皆さん、ね。頑張りましょうよ。ね。まあ、とりあえずは、近未来、ちょっと危ないですよ。あの、起きるます。起きます。起きますし、 生活が飛んじゃいますよ。飛びます飛びますイ坂上二郎。天国の二郎さん助けてメリ,リメリークリスマス天国の二郎さんメリークリスマスね。見てるの <laughs> 見てないよ、もう。ね。まあ、ニコニコしながら見てると思いますよ。空からね。空の上の方からね。ということで、まあ、ちょっと気合い入れて頑張っていきましょう。皆さん負けないように、 クリスマス、年末楽しくお過ごしください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。